日本ハムと中日2対2のトレードが発表されました。日本ハムから2人が放出された理由、そして2人の選手を獲得した理由見ていきましょう。まず日本ハムから宇佐美選手が本当に放出されることになりました。ファンの方々から今シーズンは宇佐美選手もしかしたらトレードあるんじゃないかというようなことが結構噂にはなっていました。オフには新庄監督の減量指令にも応えて大きく体重を落としていました。ただ1軍で開幕、1軍は勝ち取ったんですけれどもなかなか活躍できず、新庄監督からはちょっと良くないね、なんかずっと迷いがあるからこっちでベンチにいるんだったら向こうで打席に立たせて一回気持ちの面で切り替えさせようかなというようなコメントがあったんですね。そして2軍のプレーを見た OB の田村藤雄さん、キャッチャーの選手だったんですけれども、この方が全力プレーに見えないっていうことを宇佐美選手のプレーを見て感じたという記事がありました。新庄監督はメンタル面っていうのをすごく重視する監督で、ここの厳しさっていうのはやっぱり見せていきたいという話もありましたから、もしかしたらそこもトレードに影響している可能性があるかなというふうに思っております。ではもう一人放出された選手とその理由見ていきましょう。昨年トレードでオリックスから加入した斉藤光輝投手も即トレードで放出ということになりました。今シーズンも2軍では防御率2点台の成績を残していたんですけれども、1軍では打ち込まれてしまうというケースが見られました。昨年もオリックスでファームでしっかりといい成績を残していたんですけれども、今年も少し同じような感じになってしまいました。5月21日に3失点をして、そこから1軍での登板がないというのが今シーズンの状態です。新庄監督はおそらくポテンシャル面っていうのをかなり考えた上でトレードをされる監督だと思いますから、その上で斉藤投手を獲得したんですけれども、紅白戦の結果でも、あまりいい結果が出ず2軍に落ちたりだとか、あとはここまでの試合でもなかなか活躍できなかったりだとか、こういった試合の結果を見て大きな可能性を感じなかったということで再度放出ということになったのかもしれません。そして同じ左で年齢も同じ不投手が台頭してきたと、ここが最後の一手になった可能性があるかなというふうに見ています。では日本ハムがあの2選手を獲得した理由と、こちらについても見ていきます。1人目獲得した選手が25歳のキャッチャー郡司選手です。日本ハムはキャッチャーにマルティネス選手と伏見選手を現在併用しているような感じですね。マルティネス選手を正捕手で起用し続けるっていうような方針はおそらくないという感じで、一方伏見選手は怪我であったり不調もあって、やっぱりもう一人キャッチャーが欲しいところですよね。清水選手が少しまずいプレーをしてしまったと、インプレー中にミットを外してそれが失点につながってしまったというプレーがあって、それで2軍に降格となって、本来であれば宇佐美選手がそこで昇格するというようなところだったんですけれども、梅林選手を昇格させたというところを宇佐美選手への評価っていうのは結構厳しいと思います。なので3人目のキャッチャーは宇佐美選手ではなく郡司選手を獲得して使っていくというような方針があるんだと思います。郡司選手は打撃がいい選手で、キャッチャーとしての出場経験というのは中日ではあんまりないんですけれども、ここから2軍での経験次第でキャッチャーとしても全然使える選手だと思います。ファームでは現状2割6分1厘ホームラン2本、 OPS0.739 の成績が残っています。ではもう一人あの選手を獲得した理由というところも見ていきましょう。2人目獲得したのが23歳山本投手ですね。日本ハムは現状中継ぎの頭数はある程度足りている状態ではあるんですけれども、右のリリーフ投手である山本投手を獲得しています。この裏にはおそらく山本投手がまだ23歳ということもあって、将来的に成長してもらうとか、このあたりも考えての獲得ということになってくると思います。23歳ながらこれまで1軍でも結構登板しているピッチャーで、今季中の1軍での登板というのも十分期待できる投手です。2022年は30試合の登板で防御率が 3.60、 30イニング投げて4四球19、奪三振率 5.70 という成績になっています。今シーズンも1軍では打たれるケースっていうのも多かったんですけれども、2軍では防御率1点台といい成績を残しています。日本ハムではもしかしたら将来的なことも考えて先発で起用するとか、様々な可能性があると思います。以上です。